1869年クリーブランド・フォレスト・シティーズは、1871年から1872年まで、オハイオ州クリーブランドを本拠地とし、ナショナルアソシエーションに所属していたプロ野球チーム。1865年、クリーブランドに創設された、フォレスト・シティ・ベースボール・クラブというアマチュアチームが母体。1868年頃には150人ほどの登録メンバーがいて、 地元では名の知れたチームだった。1868年6月24日にフィラデルフィアアスレチックスとの対抗戦を行った記録があり、この時は11から85と大敗している。その後チームはプロカオ、モックサシ、アーサー・アリソン、アルプラット、ディーコン・ホワイトらの数人のプロ選手をところ属させ、チームの約半数がプロ。 半数がアマチュアというメンバー構成になった。1869年6月2日には、クリーブランドで初めてのプロ同士による野球の試合を約2000人の観客を集めて行っている。対戦相手は当時無敵を誇っていた、新シのティレットストッキングスで、チームは6から25のスコアで敗れた。フォレストシティーズはその後1871年から始まった。 プロ野球リーグ、ナショナルアソシエーションに加盟、フォートウェイン激音ガスと記念すべきリーグ最初の試合を行ったが、この試合も例から2で敗れ、アメリカのプロ野球リーグ史上最初の敗者となってしまった。この年、以前から所属していたプロ選手たちは活躍したが、10勝19敗の成績に終わる。翌1872年は6勝しかできず、チームは同年リーグを脱退した。 なお後年、クリーブランドブルースという球団が1879年からナショナルリーグで活動しているが、この球団もホレストシティーズと呼ばれることがあった。1871年以降、順位は勝利数による。ありがとうございます。